眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生を招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。初心忘れべからず。うん、こうやってね、私たちはね、うんうん、本当にいつも謙虚に、最初の気持ち、これね、ずっと続けていかなきゃいけないなって。私そうやって生きてるんですよ。今、いわゆる生きてるんではなくて、生かしていただいてるんですよ。そうなんです。そうなんです。私がこうやってペラペラ喋ってんのもね、山崎さんがこうやって聞いてくださってるから。はい、だから私が喋れるんです。いやー、だからね、本当にね、今ある自分っていうのは自分だけの力じゃ、皆さんのおかげですね。本当にそれつくづく思います。あ、そうなんです。ねえ、そうなんです。だそのお返しです、いわば。皆さんにも安眠についていただけるような、ことをこうやってね、皆さんにご提供させていただくのは、ね、安眠できてるかどうかって疑問なところですけどね。でもできてますよ、皆さん。そうなんだ。もう間違いない。もうだから、この間、麦畑さんがいいことをおっしゃってた。ああ、そうだなと思って。さすがあの方。最初からやっぱ聞いてくださってるんですよ、あの人は。それで最初の頃に言ってた。まあ最初の頃はね、隠れ家的な存在であってほしい。それがだんだん有名店になっていく、そのと、なんかちょっとやっぱりね、あの最初の頃に言ってたね、隠れ家的なところのままでいてほしいって最初におっしゃってた、ね。おっしゃってましたよね。ね、そうなんです。私すごい大切にしてるんですよ。隠れ家的な要素っていうのは、やっぱりね、どんなものでも大切で、それが初心そのもの、初心のパワーってあるんですよ。自由とかね。で、例えば企業一つにとってみても、最初は創業者がね、いろんな夢を、そしてそれを購入していただいたお客さんの喜ぶ笑顔を見ながら一生懸命作る。そのものには、作り手のね、使ってる人への気持ちが込められている、いわば、生き量ですよ。いい意味での生き量がちゃんとしっかり乗り移ってる。これが魂が乗り移っているいいもの。それを感じられる人が、もうその道具を使ってる時にね、ああ、なんていいんだろうってそう思う。ところがその企業、どんどん大きくなる。生産量が増える。そしたら、その工場の従業員も増える。その企業いい時もあれば悪い時もありますからね。確かに。ね、そうすると悪い時、それでも、時々は売上が落っこちる時があったとしても、増やしたその従業員には固定支出額はずっと続くわけですよ。はいはい、一定額が。はい、となると、いい時もあれば悪い時であっても、常に固定支出額を補えるぐらいの売上は、作りたいものとはまた別に作んなきゃいけないっていう会社、企業が生まれちゃうんです。これが大企業の作りたくないものを作る結末なんですよね。なるほどね。そうやってね、やっぱり在庫をだんだん増やしていって、そしてそれがセールになって、で、その在庫がだんだん増えていくと作りたいものを作る場合じゃないですよっていう発想になってつまんなくなってくる。なるほど。いつの間にか我々もね、気をつけなきゃいけないんですよ。好きで勝手に話してられたの、最初の時とは違って、もうこれからはいろんな人が聞く。初心忘れるべからじゃないんですか。いや、これから言いながら、いろんな人がこれから聞くから、はい、あんまり面白いこととか言うか、なんか思ったこと言っちゃいけねえよとかってね、それやってると自由度がなくなっちゃって、最初の頃の面白さがなくなっちゃう。だんだん平たくなっていくんですよ。だんだん大きくなっていくと。そしてだんだん有名になっていくと。我々の話だけじゃないですよ。そうなんです。そっか、やっぱりね、定番の魅力ってあるんですよね。そうですか。で、だんだんその、いや、期待に応えなきゃいけないっていうと、期待に応えるっていうのはニーズに応えることじゃないですか。だけど、やりたいことはやるっていうのは、そもそもニーズを作る努力じゃないですか。ニーズに応えるだけの仕事って魅力ないんですよ。女の尻を追いかけるだけの男みたいなもんなんですよ。でも、ニーズを作るっていうのは、そうじゃないんですよ。魅力的でみんなからかっこいいって思われる後ろ姿なんですよ。なるほど。そう。だから、ニーズを作るっていう企業こそが今一番大切で、またそれが、もう変な話ね。鳩場に立ったマドロスさんみたいなもんですよ。
追いかけてくんなよって。いや、勘吉さん、勘吉でしたっけ勘一さん、行かないで、いや、ついてくるな。俺は行くっつってね、うん。そういう男の人に、女性はついてくる。なるほど、ね。そういう安眠ラジオでありたい。あ、そう、そうなんですね。そうでしょ、人に媚びてね、こうやってるとね、媚びて、ね、僕と遊んでとか、これ作ったんだけどすごいでしょって言ってるとね、どんなにすごいもの作ったってね、なんかね、見たくない。いやいやいや、見てあげる感が生まれちゃうんですよ。だそれよりもね、我が道を行くっていう人を言ってる人の方が魅力的だし、うん、尊敬されるしね、うんうん、なるほどね、うん、そこが違うんだね。まあどうなんだろう、一般人とね、うんうん、発想がね、うん、だって変な話、売れなくなった時に、うん、いっぱいほら小売店って、うん、売れなくなるともっと売れやすいようにしてどん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 敷居下げてくるじゃないですか、うん、入り口には安いものがたくさん、うんうん、確かに。そう。で、どん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 、今度、それで来たりとかするお客さんがあって、安いもの買ってくわけで、うん、で、レジにはたくさん人が来る。うん、だけど、合計の売り上げが1個あたりの単価が安いもんだから、うん、全然売り上げ上がんない、うん。うん。そのうち、知る人ぞ知る、このお店は、本当に隠れ家的なお店だって言って喜んでた富裕層のね、うん、いいものを買えるようなお客さんは、うん、なんだ、ああいう人が来るようなお店になり下がっちゃったのって言って、うん、私のような人が行くお店じゃなくなっちゃったわ つってどんどんいいお客さん離れてっちゃう。うん、そうやってお店って衰退するんです、うん。でも本人気づかないよ、これ。そうか。うん。売り上げが落っこっちゃったって。いつまでも格好つけてる場合じゃない。どんどん敷居広げなきゃいけない、うん。で、入り口にはわざと汚くしよう。うん。うん、綺麗に格好よくしてると、うん、なんだっけ、安いものを買うお客さんとかは入りにくくなっちゃうから、うんうん。確かに。そう。いや、わかってます。一般的なこと言ってます。逆のこと言っちゃってるけど、逆のこと言っちゃってるけど、私はあえて敷居はね、ハードルを上げるべきなんですよ。敷居を上げて入りにくいお店は、入ったら出にくいからね。うん、入りにくい敷居をまたいだお客さんって、本気で仲のいいものを探せるお客さんだからね。うん、そういうお客さんが10万円のものを買うってことは、1万円のものを10人に買ってもらうより簡単だと私は思うんですよって。うん、それを私は言いたい。そういうことか。うん。まあ、何が言いたいかっていうとね、うん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 、もう、なんかこう、買いやすい、人気がありそうなことを、やるよりも、うん、どちらかっていうと、奥が深い、一つのことを追求する人の方が最後強いじゃないかなっていう。なるほどね。よく、ほんと、つくづく思います、うん。どんな悪いことでもね、石の上にも3年やると、必ず成果出るんだなって。なんかこっちの方が人気がある。でも芽が出なかった。じゃあ違う石の上に座ろうか。なんてやってるやつはいつまでもダメじゃないですか。だからまあやっぱほんとね、麦畑酒さんが言うように、ほんと初期のね、初期の隠れ家的ななんかこう、いいものっていうのを、うん、やっぱり大切にするっていうと、すごい私はね、重要なこと、いいことをおっしゃったなと。なるほどね。確かにそうかもしれない。あとね、はい、ごめんなさいね、ごめんなさいね。はいはい、で、あとね、例えば、ね、うん、みんなが嫌いなファッションの話に置き換えると、うんうんうん、定番ファッションとスポットファッションってあると思うんですよ。うん、でスポットファッションって今流行りのもの。定番ファッションっていうのはずっと着られるもの、うんうんうん。で、割と皆さん、スポットファッションばかりの時代になってきたなってよく思うんですよ。うんうんうん、で、ファッションに興味ある人ってのは、スポットファッションだけで、うん、構成するから、スポットってその時の流行りな分だけ、うん、あっという間に、ちょっと着れなくなった感が出てきやすいんですよね。うん、ちょっと時代遅れ感が出てくる。うん、だそうすると、短いスパンで、捨てちゃう、使えなくなるっていう、うん、そういうことが起きるので、うん、高いものを買ったら損だなっていうのが今の時代の、うん、残念なところかなって思うんですよ。なるほどね。だからみんな単価下がっちゃうんですよね、うん。靴でもどうせダメになっちゃうんだったら高い靴とか買うのやめようってなるんですよ。うんうん、確かに。そう。だけど、ちゃんといいものを知ってる人は、
やっぱりいい素材でいい作りだったら長持ちすること知ってるんですよね。でもそれってクロートの知恵なんですよ。で素人それ知らないんですよ。で素人の人にクロートがちゃんと伝えなきゃいけない。そのためには素人がまず聞く耳を持たなきゃいけないんだけど、クロートの人が買ってちょうだいなんて言っているから、素人の人が全然クロートに対する尊敬がない分だけクロートの意見聞かなくなっちゃうんですって言ってるんですよね。だからね、まずね、あの尊敬されるようなあの人であるっていうことはすごい、や本当大切で、なんかね、もうみんな人お客さんに媚びたりとか、そういう時代にちょっとなりつつあるな。なるほど ね、 ね、男の人もそうだよ。女の人にモテようと思うとね、女の人は今どういう男の人が受けるのかって言って一生懸命ホットドッグプレスってこうやって見てたじゃないですか昔。そうすると、あ、こういう男になろうなんて言ってるやつ、大体モテないですか、ね。で、モテたとしても、その時だけ、スポット、スポットなんですよ。なるほどね。ずっとこの男がいいっていうふうに思えられないんですよ。そっか。で、そうすると、今度女の人にコロコロ、コロコロ性格を合わせていかなきゃいけないから、そういうの情けない男っていうんじゃないですかね。なるほどね。そうかもしれない。それでは、そうかもしれない。いいね。なんでそういう生き方いいね。いや、どういうことですか。そうなるほど。あ、そう。あ、そうかもしれないね。はい、じゃあ次行きましょうか。いいね。そう、やっぱそうなんですよ。ごめんなさい、ごめんなさい。そう、もう山崎さんみたいな生き方僕しようと思ってたので、申し訳ない。もう次からそうさせて。わかりました。行きましょう。まあちょっと何が言うのか私も何も分かってないんですけど。いいんです、いいんです。大丈夫です。いや、そっちの方がこれからの時代いいんですよ。だって親一、親二の時代ですからね。そうか、そうか。立憲民主党の時代ですから。どうぞ行きましょう。わかりました。はい。じゃあ、お便り行きましょうか。はい、行きましょう。お便りっていうか、そのコメントね、紹介させてください。いや、それでね、いや、実は、これ、2回前の質問紹介するときに、本当は私、紹介しなきゃいけなかったね。つい忘れちゃってて、本当ごめんなさい、リュウさんっていう方に、ちゃんと質問のところにコメントいただいてたんですよ。紹介しますね。亡くなった身内が夢に出てくると、それは浮かばれてないからだと話してくるおばあさんがいるのですが、根拠がわかりません。こういったお話を聞いたことがありますでしょうか。どうか安眠につながるように解決をお願いします。ということでした。いつもありがとうございます、ね。はい、亡くなった方が、亡くなってからどれぐらい経たれるんですかね。亡くなってからどれぐらいっていうのは書いてないんですけど、一応なんかご報告楽しみにしています。ちなみにおばあ様は96歳です。こういう補足は書いてありますけどもね。あのね、あんこが入った、そうですね、たい焼きとか大判焼きとかを、お供えする、した方がよろしいかもしれないですね。あとちょっとね、仏壇が少し遅れてるかな。仏壇がもしなかったらね、仏壇を、ちょっと買われるかも、方がよろしいかと思いますね。なんかね、少しね、頼りすぎてるところがあって。で、亡くなったね、おばあちゃま、実はね、おばあちゃまがね、やっぱね、あのように、こう、いけてないのね、まだね。で、それなんでかって言ったらね、あなたがすごく可愛いんです。で、だからあなたがね、例えば、おばあちゃん、守っててね、なんていう気持ち、そういうね、なんかお願い事するとね、可愛い、あなたのためにね、あの世にね、こう上がれないのに、成仏できないで、この世に留まっちゃうのね。で、それがね、夢に出てきてる状態なんですよ。だからね、本当にね、おばあちゃんのためにね、お願いするんじゃなくてね、今までありがとうっていう、許されるのはね、感謝の気持ちだけです。ね。いや、いる。そういう霊媒師よくいますよ、霊能者。あ、いる？いるいる。あ、そうですか。いるけど、いますけど、ちなみにおばあさん亡くなったって一言も書いてないので、勝手に殺さないでください。そうですか。仏壇に柴又の仏壇を、お供えされる。おばあさん、ご存命の可能性めっちゃ高いですから、そうやって勝手にめっちゃバチ当たりますから、やめてください、本当に。うん、そうですか。そうか、そうか。もう全然、すいませんね、ちょっともう答えになってないかもしれないですけど、そんな感じですね。そうね。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。はい、いや、ありがたいね、皆さんね。いや、もう本当ですよ。もう本当ね、親身になって考えちゃうな。続いてですね。あ、これ、先ほど。
はい、1時間前に、いただいたコメントです。ハルチウムチツズチさんという方で、面白い方なんですけど、ね、いつもありがとうございます。ハルチウムチツズチ。いやいや、すごい手振っても、チズさん。はいはいはい。はい、山崎さんと、堀田先生はどちらが激しいですか、うん、楽器の演奏が、うん、ということです。はいはいはい。はい、ああ。どうですかね。私もめっちゃ激しいです。もう大騒ぎです。大騒ぎ大騒ぎですね、私。どっちかというと。大騒ぎってどういうことですか？なんつったらいいんだろう、もう。なんて言ったらいいんだろうな。もう本当に大騒ぎです。お祭りみたいな感じになっちゃう。いや、私ね、はいはい、別に山崎さんのそういう話はあんま聞きたくないんですよ。いやいや、ちっちゃい時からやっぱりね、いや、正直言って私ね、はい、山崎さんとトイレも一緒に行きたくないんだから。待って待って、楽器。風呂場も嫌だし。楽器の話です。え？楽器の話でしょ、だって。楽器の話楽器の演奏の話でしょ。書いてあるじゃないですか、楽器の演奏が。あ、そういう話なの？はいはい。ああ、うん、そうですよ。あ、そうなの？先生は？あ、僕？はい。僕はもうあれですよ。どちらかというと、モーツァルトとか。まあ、ちょっと頑張って激しくて、チャイコフスキーぐらい。うん。ドビュッシーぐらいですかね。ドビュッシー。いやいや、どういうことですかね。ちょっと待って待って。下ネタに持ってくるから、やめてもらっていいですかね。いや、もう下ネタ、ダメなんですよ。下ネタは。ですよね。もうね、ほんとね、ですよね、寝つき悪いの、うん。ですよね、でもないですけどね。うん、まあ、ほんとね。何回か前の回、もうピー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 言いまくってるじゃないですか、ね。サラリーマン出家してますから。だから、どちらかっていうと、お坊さん、うん、気持ちは出家してますから、私。どちらかっていうと。おうん。あ、そう。そう。在宅信者みたいな。在宅信者みたいな。それ、まさにそれだ、それ。本当に。そうなんだ。出家してる。うん。もう下ネタとか一切言わないよ。いや、でもね、ただ、下ネタの話じゃないじゃないですか。楽器のが、どっちが激しいですかって聞いてるんですよ、だって。うん。楽器によるかな。楽器による。あ、そういうことね。うんうん。ギターだと激しくなるけど、とかそういうこと。ギター。ピアノだと激しいけど、みたいな。うん。まあ、あんま面白くないけど、そういう話するのは。うん、面白く、あれ、銘柄によるかな。マーチンのギターだったら、激しくはやんないけど、はいはい、ギブソンだったら、はい、激しくパーカッシブに行くし、とか。興味ないじゃん、そんなの。例えば、グランドピアノだでも、シュタインウェイだったら、激しく連打できるけど、うん、ヤマハとかカワイだったら、うん、このしっとりしたやつ行くとか、そういう話聞きたいわけじゃないでしょ、皆さん。だ難しいんですよ、その質問。なるほどね。私のような、インテリに聞くのは、うん。ということでした。ハルチ、ウムチ、ツズシさん、はいはい、そしてリュウさん、はい、今回コメント、質問ありがとうございました。うん、はい。いや、皆さんからのコメント、本当ありがたいですね。いや、もう本当そうですよ、うん。これからもどしどしお待ちしてもらっておりますので、はい、よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、鈴木もありがとうございました。はい。では、皆さん、暑いからといってね、うん、お腹出して寝るんじゃないの？では、良い夢を。おやすみなさい。